Eno versus Eno. Heaven or Hell. Duel 1. Let's rock. さあ、お待たせしております、第293回 GTGI イグザートランキングバトルの方を開始していきます。筐体スコア、筐体1台のみを使って1台進行でまったりと、やっていきます。まあ、第1ブロックを先にやって、その次第2ブロックをやって、最後第3ブロックをやっていくという形になります。どうぞよろしくお願いします。そしてですね、まだエントリー、追加エントリー可能でございます。まだ追加エントリー可能でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、本日ですね、現在11人参加となっておりまして、各ブロック1位通過が決勝トーナメント、各ブロック1位通過決勝トーナメントの、各ブロック2位通過が敗者復活、各ブロック2位通過が敗者復活という形でやっていきたいと思います。ですので、まず1位通過すると無条件で決勝トーナメント、そして2位通過すると敗者からの決勝トーナメントを目指すという形になります。どうぞよろしくお願いします。さあ、そして本日遊びに来ていただきましたウーゼンさんのイノですね。さあ、しかし対戦相手はロッカさんのイノという、それは僕の右腕がちょっと残念な形になっていますが、まあ、ペットマン3人ブロックで固まっていないので、まだまあそう思っていただければなと思います。さあ、まずというか第2ラウンドですね。さあ、1-1で第3ラウンド。さあ、開幕入れていくのは黄色い方のロッカさんのイノ。さあ、差し返せ、大きい攻め、テイクダッシュか、中段、空投げ。さあ、ここはバーストを使って、さあ、ここは今回通して、最近ウーゼンさんは体力1割まで持って、ここでワンコン通って、これはきっちり変わったな、ウーゼンさんのイノ。それでは、壁際の DC さんと UNX さんで試合をします。はい、はい、あ、さあ、本日新キャラ大量にベッドマンとラムリザードがいらっしゃいますが、そのうちの唯一のラムリザードに近いのは UNX さん。さあ、普段は次焦点の方でプレーされてるみたいですか。さあ、対戦相手はそれに対して神社の GT さんのストーブ。さあ、ジョニーはまだかなと言っている段階ですが、さあ、一気に裏からめくって、これはきっちりラウンを打ちまで残らず、まずはジャンプを取っていたのは神社の GT さんのストーブ。続いて第2ラウンド。さあ、開幕はこれでいったの GT さんのストーブ構えやし、さあ、ガードが固まったところはダッシュブッキだから一礼ガラシコン入れてダウンを奪ってからの沈め。さあ、ここはキンバーストですね。しかしグランドパイパー突っ込んでくる、ガラシ継続ゲージを使っていく。さあ、返していく、怪しい。さあ、もう一回、これはさすがに距離が届かず、さあ、これがカウンターからきっちり繋いで、さあ、グランドバイパーでダウンを奪いながら、さあ、これはスカルがガードが間に合う、さらにはグランドバイパー。勝ったのは壁際の DC さんのソブ。それでは、DC さんとウーゼンさんで1位決定戦をやります。手間かけさせやがって。ソウウィンストレイト。ソウ vs イノ。Get ready to rock. Heaven or Hell. Duel. さあ、というわけで第1ブロックの1位決定戦、ワッピー側がカビジアの GC さんのソル、ツーピー側がウーゼンさんのイノ。
さあ開幕ラインを上げていったのはウーゼンさんのいいのだが、さあここで差し返して一気に体力半分持っていった。壁際の実質さのサブ、さらにダッシュ完成つけたタッチ系からワンコン通して、さあ画面足攻めを継続、さあここは指示が暴れてワンコン返して背中ガード、さあ直後からきっちり、さあ置き詰め裏から、しかしこれは繋がらず、差し返してグランドバイパーダウンを打ち、小出しなず、さあ差し返してからの置き詰め、もう一回表が迫っていったが、着地に対して投げたのは DC さんのサブ、さあ続いて第2ラウンド、ここはキーバーストきっちり当ててキャンセルからワンコン通す置き締め、表決めたガードシャガハイ、さあ垂直ジャンプハイスラーダメージを奪って、これでゴム状況、これは対空カードがバースト、さあキャンセルから空対空取ってからの、さあ裏からは潰していく、さあ補正を切っていこうとするガードグラドバイバーキャンセルからこれを繋がって、さあジャンハイ最後は見る勝ったのは DC さんのソルというわけで DC さんが1位通過。それでは UNX さんとロッカさんで2位決定戦をやります。 1P と 2P を Eno vs. Ramlethon。 さあというわけで第1ブロックの2位決定戦、 1P 側がロッカさんの Eno、 2P 側が UNX さんの Ramlethon。さあ開幕一気に体力7割奪っていったのはロッカさんのいいの、画面からの置き攻め重ねてキチリガード、2体3発裏からガード、さあこれがスカル3発、さあ上に行ったところをキチリ潰して攻めを継続していくのロッカさんのいいの、そしてさあまず第1ラウンドを取っていったのはロッカさんのいいの。続いて第2ラウンド、開幕ダウンを奪う、先に繋いで画面端まで持っていく、ここは青バーをスッと、さあしかし画面端に押し込んでいく、ロッカさんのいいの、さあここで食らってしまう、残り1割、さあ差し返して落ち目、表ツーダウンカウンターだが、さあ1回仕切り直してからの立ち回り、ゲージを使っていく、さあ一気に体力奪って残り3割強、さあしかし断髪で細かくダメージが刻まれて勝ったのはロッカさんのイノ。ではロッカさんとウーゼンさんで再戦ですが2位決定戦になります。イノ vs Heaven or Hell Duel 1 Let's rockさて第1ブロック2位決定戦、さあ再びイノとキャラ、さあ開幕体力リードしていくのは偶然さのイノ、さあ置き攻め下段が通って、さあ敷き直す重ねてから下段、さあめくっていく、しかしこれは上に判定がある、さあ切り返していったところだったが、ここはきっちりまずはウーゼンさんのイノ。さあ続いて第2ラウンド、さあ上から差し込んでいったウーゼンさんのイノ、置き締め重ねてツーダウン、さあきっちり画面足ワンコン通してダウンを奪う、置き締め重ねてからここはアオバスト繰り返す、カウンターで潰してここはキーパスト、さあしかしこっからロッカさんのターンかといったところでキーチでタイプ8P からキーチ潰していく、ゲージを使ってこれをバックスでかわす、さあカウンターから残るめくってタイミングずらして
上からきっちり勝ったのは宇禅さんのイノ。それでは第2ブロックの方をやっていきたいと思います。さあというわけで第2ブロックに入りました。ワンピー側がサバミスさんのベトマン、ゼピーがターボさんのソベ。さあジャンピー空対空からきっちりワンコン繋いで置き攻め、裏から下段亀足運んで、テイクダッシュは上にスパス。さあ投げたらきっちりワンコン繋いで置き攻め、ガロしかし投げる。さあ亀足置き攻め、もう一回さあ倒していこうとするが、スカル裏に行ったところ投げる。サービスワンベッドマウン垂直ジャンプ中段からさあガムレーム裏逃げて、ただしさあダストが通る。おっとこのタイミングでさあワンチャン、うん、一旦する。さあしかし最後はきっちり、まずはサバミストさんのベトマン、続いて第2ラウンド。さあワンコン一気に3割と奪ってバック投げ。さあ下段からガンダッシュで攻めようといったところ、きっちり置いてあるターボさんのストレ。さあ最後が当たるがこれは繋がらない。カウンターツッコミ1回、さあ一気に体力2割まで持っていく。攻めていくのはサオミスさんのベッドマン、裏からきっちり繋いで残り1割ジャック、距離が離れる、近づいてきたが、さあ行く、バーストもスカル、勝ったのはサバミスさんのベトマン。それでは、ケダコさんとコロちゃんさんでやります。現段階で君を欠落させるわけにはいかないので、ある意味その安全は僕らが保証しているんだ。感謝もさせれ、そんな目で見られる覚えはないね。だが注意してほしいな、君がいなければ計画が頓挫するわけではないんだ。メイン vs ソウル、ゲットレディトゥラー。さあというわけで第2ブロックの1回戦第2試合、ワンピー側がケラコさんのメイン、ツーピーがコロちゃんさんのソル。さあラインを上げていくのはコロちゃんさんのソル。さあ1回距離を離す、いるかカウンター、状況設置を置いて立ち回っていくのはケラコさんのメイだが、ここは投げてからの沈め、2段目中段単発空中にいるところボール硬いく、画面足固めていく、しかしきっちり置いてダウンを奪う。さあガンダッシュ触って足払いからきっちり繋いで、さあジャンハイサー空対空からボール硬い落として、スカル裏からさあ置き攻め、めくっていくわきっちり左右線、さあボルカダイク、相打ち降り際ジャンケーからきっちりダウン追い打ちまで、まずはコロシアさんもソル。続いて第2ラウンド、ジャンピングタイク、これはスカルがこれはきっちりとか、さあカウンターから空対空、キッチリ取って、超えると一気に体力半分奪って、さあ、足払いから、ターンを変える、かつて、ダウンを奪う、スカル、前っぷりもスカル、ダウンを奪う、ダストガード、イルカ単発、さあ、ガウスリーガードからのダスト、さあ、一気に体力残り1割からの画面足、ブッキラ、さあ、ディルフ、つなげて、奥攻め、様子見、もう一回、さあ一気にカウンター、体力追いつく、お互い一発ボルカがスカル、ほらおっとファーストになってボルカスカル、ガード、最後はボルカ、勝ったのはコロちゃんさんのソウル。ではコロちゃんさんとサバミソさんで、1位決定戦をやります。ソウル、ウィン、ストレイト。
さあ時間をいっぱい使って対策を考えていく。第2ブロックの1位決定戦、ワンピーガーコロちゃんさんのソル、ツーピーガーサワミソさんのベッドマン。これは潰してタイミングずらすが、上に逃げるボルカスカル、これはバーソー。さあこれ差し込んだな、サワミソさんベッドマン空対空カウンター、それを離してからボルカスカったところにケイチでワンコン入れて、これの残りサムリガンダッシュガードさせてから投げる、様子見無理はしない。これは対空細かくダメージを奪っていく。さあボルカカウンター、ターンが変わって2段目からのダッシュブッチはワンコンきっちり入れてダウンを奪う、画面足を置き攻め下段ダッシュ。さあここはウィンニングだところ、きっちりボルカで対空取って、さあボルカキャンセル、ダメージダウンする、大事に攻め込む、体力徐々に追いついてくる、ボルカ対空、これは難しい、バソク投げ追いついて、ジャンケー、シャガケー、ダッシュブッチだ。さあここはバーストしていく。さあまだカウントは25カウント、ボルカボルカ、ダメージ足払い挟めて、足払い、さあ削りダメージもバカにならないところで、ここはきっちり空投げを取っていく。まずはコロちゃんさんのソル、続いて第2ラウンド、さあガンダッシュ、低空ダッシュで中段通してからの打撃策はケイチでボルカで割っていく。さあカウンターからきっちりつないでいく。さあこれで一気に体力3割まで持っていく、サバミスさんのデッドマン。さあしかし、さあ投げて画面足、アブラガードバックしてしてしまう、アウチカウンター、アブラガード潰すがここはバースト、一回引き切ってからの立ち回りダウンを奪う、細かくダメージを刻んで、さあカウンターから、さあキャンセル何も起こらない、しかしここでカウンター、さあこれでワンコン圏内ドライン、どうせ楽しい、最後はアスバイ、一気に攻め切ってコロちゃんさんのソルが1位通過。それでは、ターボーさんとケダコさんの試合を筐体でやります。さあ第2ブロックの2位決定戦のまずは第1試合、ワンピーガーケダコさんのメイ、ツーピーガーターボーさんのサル。さあ体力リードしていくのはケダコさんのメイ、おにぎわさる。さあこれはきっちり体育拾っていく、つないでカルポルカだが、ここはバーソン、キャンセル、スカス、さあ振りながら立ち回っていくターボーさんのソル。さあしかしここでケダコさんワンコン通して画面足、カウンターからキチリッツ繋いで奥目中段、さあガードを固めたところに登るときスッと通して繋ぎ切ってキッチリ。さあまずはケダコさんのメイ、第1ラウンドを取っていく。続いて第2ラウンド、あいつ勝った、ここはい、いるか、ショックがガード、さあ体育、さあこれは繋ぎきれないが、ターボさんの勝負の体力が一気に3時弱まで持っていかれる。さあ亀梨いるか、さあ裏に行ってからのところ、キッチリ対空で取っていったケダコさんの命令、キャンセル、さあこれは残る、潰す、直が、さあしかし使ったところにキッチリ勝ったのはケダコさんの命令。ではケダコさんとサバミソさんでお願いします。メイウィンストレイト、メイ vs ベッドマン、
Get ready to rock. Heaven or hell, duel one. さあというわけで第2ブロックの2位決定戦、ワンピーガーケダコさんのメイ、ツーピーガーがサバミソさんのベッドマン。さあ開幕体力リードしていくのはサバミソさんのベッドマン。さあ、さがめ足固める、ケダコさんのメイ。さあ上からだが、これはきっちりガード。さあ上から一気に攻め込んでいくケダコさんのメイだが、ガードが硬い。さあ体育カウンターきっちり、さがめ足押し込んで、さあしかしこれは上から潰していく、ケダコさんのメイ。体力リーダーサオミスさんのデッドマン。さあここは近距離キティカウンターでダメージ奪う、カウンターがキャンセル、これはさすがバスト。さあしかしオリギア中断通せ、カウンターからターンを継続していきたいところだった。さあこれでターン変わる、6杯からダウンを奪う、ガナシガードガード6杯、これはバスト間に合って、さあキャンセルタイミングずらし、まずはケダコさんのメイ。続いて第2ラウンド、投げ通す、ダメ足。さあ垂直ジャンプ入れっぱからターンが変わるが、リバース投げ置き締め狙ったが、さあ近づいたところきっちりケダコさんが投げる、ガードラインを調整しながら、さあ亀足通して置き締め、タイミングずらす、距離を測りながらの立ち回り、カウン、空対空カウンター、ワンコン通し亀足を沈め、中段取って、さあ亀足継続、オーバーヘッドキス、まあ落ちる。さあここで差し返してダウンを奪う、ワンチャンといったところだが、一回仕切り直す間立ち回り、裏からワンコン通して、さあこれでちょっと残りカウントはまだ40カウント、立ち回っていく、差し込みたい。さあしかし最後は表裏を迫りながら上から潰していく、勝ったのはケダコさんのメイ、第2ブロック2位通過。でラウンド数でも順位がつかない場合はもう1周やりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 Heaven or Hell, Duel 1。さあというわけで第3ブロック、ベッドマンドキュラー、 1P がヒソウサギさん、 2P がダニさん。さあ赤い方がヒソウサギさんで、青い方がダニさんですね。さあなかなか見ることができないベッドマンドキュラー。さあ中段空中から差し込んで、さあ一気に攻めていくのは石尾崎さんのベッドマン。ここはバーストを通してカウンター、あここがさあ下段から、さあ対空対空になるカウンター、戻りが、さあしかし繋げない、細かくダメージ刻んで対方位ついてくる。さあ上からさあカウンター、対空タイミングずらしながら上からカウンター、体育、さあこれ体力ほぼほぼ状況を大きじめ、ガードガーキョンから手を離して、さあこれは大元になる着地潰して残って、さあ亀足の攻め白に引いて、さあしかし最後はきっちり上から潰す、まずは翔崎さんのベッドマン。タイプキッチリワンコンつないで頑張って頑張らせよ、さあ1回距離は離れる、ラケルタイプ2ヒット、細かくダメージを刻んでいく、カウンターパスパスほら光る、近づいていったラインを上げていくダニさん、さあしかし下がりながら様子を伺う、さあ下段通して亀足、裏からだがガードして、キャンセルから体育、
さあタイミングをずらしながら、さあ上から潰し、カウンターバンダッシュ、さあカウンターが潰していく、体力追いつく、さあ空中戦、さあ細かくダメージを刻んで、これで五分状況残り1割といったところ、さあ差し込んだが、ここはバスト、さらに中段から聞いて刻んで勝ったのはヒョウさんが 2-0 で勝利。それでは、ダニさんとデフレさん、ダニさんとデフレさんでやります。生きようとする無意識ではないんだよ、生き残った者と滅びた者の特異的な差分を指していってるのさ。つまり根性論では適者生存の説理にある。君が本当に僕と同じ存在。ベッベン VS バオ Get ready to Heaven or Hell Duel 1。さあというわけで第3ブロックの2試合目、ダニさん対デフレさん、レッドマン対ファースト。さあこれはガードで駒投げは当たらないが、タイミングずらしながらだが引き差し込む、ダニさんのベッドマン距離を離して体力リードはダニさん、ラインを上げながら、さあジャンハイカウンターからキッチンダメージを奪っていく、ドリル、さあ夜投げてタイミングずらし、下がってキッチンガード、さあチリカウンター、さあエースで相手の行動を制約していく、だからエース、さあキッチンガード直が、さあしかしこれは重なってしまう、大きくね、さあ体力的な五分状況、ここでダウンを奪ってから体育クータイクガード爆睡スカス、さあクー投げ投げる残る残り簡単に20カウント、さあしかし距離を離して一番周りの外から差し込んでいく、まずは第2さんのデッドマン、しかしてジャンハイカウンターからキッチン、ドリル、これはチョックが曲がっていない、ダウンを奪う置き攻め、相笠根らが上に逃げたところ、キッチン対空で拾っていく、さすがしてドリルカウンター、キッチンワンコントをして、それで体力1割弱、中段ガード、さすがにカウンター、さがきガード、さあ固める、様子見抜ける、さあしかし空投げから画面足で逃がさない、ここで差し込んで狙う、さすが潰れる、下がって連打取り返して 1-1 第3ラウンド、下がって下がりす、さあフェンス表で入れ替えてターンを変える、それを離して無理はしない、お互い両者立ち回りダウンを奪ってから起き上げ立ってカウンター、さあこれはスカズ、さあこれで画面足片目を継続していきたかったが、ここはキッチで暴れていくデフレさんのファースト、表出せばちょっとこう空対空通したのダニさん、マイティガードガード、先に差し込んで体力リード、ダニさんのベッドマン、キャンセルカードがこれはスカル、さあ空対空を迫っていくが、キッチガード、これはキンパスを当てていく、対空ラストバーストスカル、タイミング増やしながらクーディーからダウンを奪ってパラッカーキャン、ジェットワーク空対空、対空ガード、ゲラもガード、さあちょっとね、さあ固めるが残る最後部状況、固めるのデフレスのファーストと、さあカウンター
このラスターにしかせいでレレからケツつないで勝ったな。デフレスさんが2-1。ベッベン vs バウHeaven or Hell Duel 1。 さあ第3ブロックの 1-2 決定戦、 1P が石尾さんのゲットバン、 2P 側がデフレスさんのファースト、オリジア直がさあ立ち通からケンチでワンコン通して大きずめ下がって重ね、さあ体力リードデフレスさんのファースト一気に近づいて攻め込む、さあ潰して爆弾からケンチで繋いでいく、残り1枚だが、さこで翔さんが触っていく、差し込んで相手カウンター大きずめゲロン、さあこれはバーストキャンセル、サバスヒット、細かくダメージを刻んでいく、ジャンハイバード、さあこの曲かな、あのスカブイタが投げたのはデフレスさんのファースト、さあ第2試合、一気に体力半分奪っていった視聴者のベッドマン、ダスト、さあこれで体力の残り2割、ガード曲が近づいていくがしゃがって置いてある、さあしかし細かくダメージを奪っていく視聴者のベッドマン、相から悲しい置き攻めしゃがけ、さあ裏に行ってしゃがけ下段角、さあジャンピー中段から相でつながる、タイル追いついてくる、キャンセル様子見エンス、はい一発ハンマータイプカウント、さあ体力ちょっと残ってからエースガード、さあこれだアイスキンバーストが当たる、残りカウントまだ30カウントある、ダッシュバースト、上からは空中ガード、それを話す、あーしかし最後は相打ち、体力のあったデフデスさんファーストが 2-0 で勝利。さあというわけで敗者復活戦、ワーピー側がウーゼンさんのイノ、ツーピー側がペダコさんのメイ、さあまず開幕で体力リードしていったのはウーゼンさんのイノ、さあお互い技を振りながらといったところ、立ち回りマイピーキッチガード、イルカが通る、悲しい6敗重ねてチャンスから一気に5割奪ったが6敗使ったところに差し込んでいく、ここバーストと、さあテクラスカー差し込んで裏、これは突然止まっていくでカウンター、これは繋ぎきれない、さあダウンを奪って置き詰め、中段ガード、さあ上からアルティック、ランうん、カウンターすいません、さあドット、まだカウンター25カウントある、バーだけ1で、さあしかし最後は偶然さないのが1で仕留めて、これで第1ラウンド取っていく、続いて第2ラウンド、徳川しかしラストが勝負、バーソン通って動けない、さあこれは繋がらない、ダウンを奪えず、さあ表裏と
迫った角田が、さあ平子さんがダストとセカメヤシ奥攻めガード投げ返す、奥攻め重ねるダウン、さあ6敗カウンターになる、裏から下段またオーデン奥攻め中段、うん、さあ打撃着地で打撃、さあタイミングずらしながら下段が通ったところにバーストを通して、さあ攻め込んできたところ TT 打ちを通す、チャンスる6敗が通る、きっちりこれで取り返して11第3ラウンド、タイミングずらしながら徳が、徳が白いカシカシ横入れた受け身からワンコン差し込んで下段が通る、初回徳がず 6P6P バケツ、さあこれはキッチン、しかし上から潰す、5回さあここはバーストとしてお互い振りながら、さあすかしながらだがガード、キャンセル裏になる、さあ中下段迫った内攻め、タイフィード手田子さんのメイン、さあこれが東方つながらず上からキッチンガード、徳川からワンコンサス返す大きい攻め、さあ今日はアードしきったが、さあこっち大空になって残り1割弱両者カウンター上からガードしきって中直が通る残る神足、最後は投げる、勝ったのは宇禅さんのイノ、それでは、連戦ですが、ウーゼンさんと、ヒショウウサギさんで試合をします。さあ敗者復活戦の第2試合、バッティーガーがヒショウウサギさんのベッドマン、ツーティーガーウーゼンさんのイノ、カウンターからキキつなぐ、さあしかし着地を利用は勝ちピータイプ、キキつなぐ、さあバーストさあ体力リードは翔崎さんのベッドマン入れ替えて、あの裏からさあこれは繋がっていないところキキ打ち落とす、ゲージを使ってキキ拾って残り1回弱、さあやり返すが上から体力超えてドッと体力リード翔崎さんのデッドマン、さあ届かず残る、最後投げる、まずは翔崎さんのベッドマン、続いて第2ラウンド、さあしかしながらさあだったが潰していく、そこは抜き出してバックスト、さあカウンター潰してキーバースト、カウンターダメ足押し込む、さあしかしここはキッチンに置いてある、ミッキー体力残り2割まで持っていったがウーゼンさんのイノが差し返してタイミングずらしながらダメージ削る、ダウンを奪った中段にラメラストまで出していく、さあ空気受け身狩りの空投げ、最後は中段がキッチンでつないでこれで1-1、さあ第3ラウンド、さあ通していったのは伊藤さんのベッドマン、これおっと攻め込もうといったところ宇治さんが差し返す、お互いキッチンで置いてあるカウンターキーパーストを当てていって裏側だったが前ピートをして、これは体育
さあガード支給して、さあグランカンダ途中で止まる、低空出しからワンコン空投げ、さあ一気に体力一番弱倒して、さあ残るダウンを奪う、残りカウントまだ50カウントある、カンダ間伐ダメージを刻んでいく、さあ、生地潰しながら立ち回る翔さんのゲットマン、それに対して生地相手の行動を制約して勝ったのはウーゼンさんのイノというわけで、ウーゼンさんが決勝トーナメント進出、まあ、お会いしましょう。イノ、ウィン。ソウ、バーセス、バウ。ゲットレディトゥロー。オペが必要。さあ準決勝の第1試合となります、コロちゃんさんのソル対デフレさんのファースト、さあ経営エース、さあレレレが当たって、ここビームバースト降りが出すと6敗、さあこれで一気に体力8割奪っていったデフレさんのファースト、さあしかしコロちゃんさんソルが攻める、ぶっきらからガメ証拠タイミングずらしながら降りてくるデフレさんのファースト、センサー下がりながら、さあここはグランドパイパー通す青バースト6敗残り1割、しかしって投げる下目足タイクティッチガードエース残って、さあ下がりさあ徹底していく、タイク空中にいるところを助けてきっちり打ち落とす、デフレさんのファーストが第1ラウンドを取っていく、続いて第2ラウンド足場でカウンター、タイミングレール足場でカウンターからきっちりつないで駅へ体力4割強奪って、さらに大きめ D ループ入って残り1割強カウンター5敗、攻めを1に継続くなぜ、さあこれはきっちり 6P まで、これで取り返して1-1開幕助けカウンター、下がけがさね足払いは様子見、それから届かずあと出し切る、さあジャンハイから繋いでいく足払い、さあグラドバイパーで画面足まで持っていく、ダストが通って、さあこれで体力の残り1割からの置き攻め、もう1回ダスト、さあいろいろあって1割弱まで持っていくコロちゃんさんのソル、さあしかしここにデフレさんがワンコン、さあしかし画面端を置き攻め足払いカズハンで、さあ、ハイスだ。ガード、さあ、ハイス。スカルがガードが間に合う。下が消えた、さあね。ああ、何が出るかね。差し込んで、残る。ガード、キーパー座ったが、ガードからきっちり勝ったのは、コロちゃんさんのソル。それでは、ウーゼンさんと壁際の DC さんで、準決勝第2試合になります。さあ準決勝の第2試合、ワッピーがウーゼンさんのイノ、ツーピーが壁際の DC さんのソブ、組み合わせ的には第1ブロックの1-2決定戦と同じにはなりますが、さあまず一気に体力リードしていくのは DC さんのソブ、さあここでウーゼンさんが細かくダメージを刻んで、さあグランドバイパー、あっ大きめダイナメージ通って、さらにダッチ系が通る、タイクさあ
さあまずは DC さんのソウル、タイムマークダウンを奪っていったのはウーゼンさんのいいの使ったところに KHC でダウンを奪う。さあ KHC でダウンから KHC 通してサンディングズラッシュがこれはアユチ。さあラインを上げていくウーゼンさんのいいの。さあ戻り際行く DE。 さあこれは潰す悲しい、しかしながら誘っていく。さあボルカ使ってもう一回ボルカ悲しい前ペーカウンター。さあ亀梨ダウンを奪って歩き投げ6ペー重ねれば、これはさすがに通らず。さあサラハイスラタイプグランドバイパー、これはキッシーガード、裏からこれはガード間に合う、通してダウン、これはパス間に合ってグランドバイパー上に行く。さあしかし最後はジャンエス、勝ったのは DC さんのソル。それではウーゼンさんとデフレさんで3位決定戦をやります。ドリルドリル。さてわけで2014年7月18日 GTGI イズバード第23回ランキングバトル3位決定戦、ワンピーがデフレさんのフォーサーとペガウデさんのイーノ。さあ第1ラウンド一気に体力1割まで持っていったデフレさんのファーストドリルカウンターからきっちりつないで残り6とキャンセル、 PKPK と固めるが、まあ、キャンセル上からドリルが当たる。まずはデフレさんのファースト、続いて第2ラウンドガードから投げ落として落ち目下が経過さね、ドリルカウンター。さあこのバースを使って体力半分、前ピン体力カウンター、これで一気に体力の残り2割弱。さあ潰していく。さあここで下掛けドリル、あハンマーピヨッテ、最後6回勝ったなデフレさんのファーストというわけで、3位がデフレさん、4位がウーゼンさんとなります。さあというわけで2014年4月18日 GTGI イグザードランキングバトル決勝戦はソル同キャラ、ワンピーがコロちゃんさんのソル、ツーピーが DC さんのソル。さあまず開幕体力リードしていったのはコロちゃんさんのソル、そしてボルカダが CT 着地にダウンコートして画面端ダウンを奪う。さあ空対空で押し込む、裏からはガード、画面端入れ替わるがボルカ、さあボルカを出していくが、これはガードからキッチグランドバイパー、キャンセルからキッチつないで、まず第3ラウンドを取っていったのはコロちゃんさんのソル、潰すめくりガード、さあテイクダッシュ取っていったのはコロちゃんさんのソル、空対空ジャンピーカウンターからつないでダウンガードを間に合うが、さあ画面足固める、無理足がいいガード、ジャンピー2発、ボルカは使ったところにキッチリ、おっとバーソー使っていく、キャンセル、バーソー返して、そこがさあこれはジャンピーで潰して、悲しい使ったがボルカを打っていく、重ねるグランドバイバーキャンセルから止めではしない、距離を離す、投げちょっとめくって勝ったなコロちゃんさんのソル。
退屈させやがる。そう、ウィン、というわけで本日の優勝は